願っていれば強くあることを知る。2011年5月5日午後、命を輝かせる TBS テレビで昭和大学特別番組夢の力が放送されました。子どもたちと医療が大きなテーマで、昭和大学病院小児科の板橋教授が監修にあたりました。番組では難病と闘う子どもたちの夢を叶えるお手伝いをするボランティア団体メイクアウィッシュの活動を紹介。また昭和大学病院の中にある院内学級、再活学級の様子も取材。担任の添島先生、看護師の田口市長らが出演しました。夢を支える医療を知っていますか？願っていれば強くあることを知る。それは明日へと必ずつながっていくのです。子どもたちがやっぱり自分の夢を追いかけること、それはすごく大切なことです。で、その夢に向かって頑張るためにも病気を克服したいという強い思いも出てくるだろうと思います。夢の力を追い続け信じた者、子どもたち一人一人が見つめた命の物語です。